本日はお集まりいただきありがとうございます田中直子役を演じました永野芽衣です映画とはいえ暴言を吐き続け OL のイメージを大きく変えてしまったことをキャスト・スタッフを代表してお詫びいたします申し訳ありませんでした 蘭という役を演じました広瀬アリスです、えー、OL の仕事はすごく苦手だったんですけれども喧嘩がとても得意で日々悪いやつらと喧嘩ばかりしていて本当に申し訳ありませんでしたお詫びいたします、えー、皆さんこんにちは、えー、悪魔 OL 安藤朱を演じさせていただきました、えー、ご覧の通り コーンローで毎日出社したこと、えー、そして、えー、ロケ中に怒鳴り散らし、えー、週刊誌に撮られてしまったこと、えー、そして安藤あかりという名前だったのにもかかわらず、安藤朱里と読み間違えて、えー、役名を変えてしまったこと、お詫び申し上げます。ありがとうごござざいいままししたた謝謝罪罪に次ぐ謝罪でございました 狂犬、えー、OL 佐竹しおりをやらせていただきました川谷里奈です、えー、私は会社の完全制覇のために社内の更衣室で喧嘩をしてしまいロッカーをボコボコにしてしまい大変申し訳なく思っていますすみませんでしたお詫び申し上げます大怪獣大怪獣 OL 神田悦子役をやらせていただきました。森三中の大島みゆきです。えー、こういう格好をして、こういう身なりで、えー。今。左右飲んでます。と、すみません、あの。オーガニック生活してます。本当に、あの、ギャップがありすぎて、本当に申し訳ありませんでした。お詫びいたします。 えー、とにかくこの姿をお詫びしますすみません <laughs> 以上です地上最強の OL 鬼丸を演じました小池子です、えー、芸能生活まさかこういった形で初めての謝罪会見をするとは思っていなかったので、えー、とてもドキドキしておりますが地上最強の OL ということで迫力を出したいなと眉毛をなくしてしまったことそして今、えー こちらから見ている皆様の風景ですが、これまるでコントじゃんかっていうふうに心の中で、ちょっと笑ってしまって、真面目な顔がなかなかできず、その点についてもお詫びしたいと思いますよろししくお願いします。